にひ総平君、日本共産党の二ひ総平でございます。私から冒頭石破自民党幹事長のブロック上下の場での発言について断固として抗議をするとともに、官房長官に認識をお尋ねしたいと思うんです。あのこの暴言の最大の問題はですね、法案この秘密保護法案 反対、絶対阻止という声を敵視して、テロ行為とその本質において変わりないと、決めつけて市民を威嚇しているというところにあるんですよね。絶叫,こ絶叫戦術などと、石破幹事長揶揄したつもりかもしれませんけれど、とんでもない。あなた方の暴挙に対して、腹の底から吹き上げている怒りが、あの声なんですよ。 今日ですね、石破幹事長がブログでお詫びと訂正なるものをしております。これ見ますと、本来あるべき民主主義とは異なるという表現に改めるんだというんですね。ちょっとみますと、テロと本質的に変わらないと記しましたが、この部分を撤回し、本来あるべき民主主義の手法とは異なるように思いますと改めます。改めると言いながら、 撤回にも謝罪にもなってないじゃありませんか。大体、本来あるべき民主主義と異なるというなら、それは他ならぬこの法案なんじゃないですか。憲法原理を乱暴に侵害し、行政の恣意的な乱用で何が秘密かも秘密と。そうしておいて、国民を重罰で威嚇し、集団的自衛権の行使、 をはじめとして戦争国家体制を作ろうという、そうした法案やあなた方の政策の中身でも、そしてこの国会の強硬でも、民主主義を踏みにじっていると、そこが大問題なんだと思うんです。石破幹事長のもともとのブログではですね、主義主張を実現したければ、民主主義に従って理解者を一人でも減らし、 支持の輪を広げるべきだと述べている部分もあるんですが、私、怒りを通り越して、滑稽だと思いました。広がっているのは、この法案断固反対の声と輪なのではないでしょうか。世論調査やるたんびに、反対の声が急速に広がって、半数を超え、賛成は減るばっかりじゃありませんか。この、強行は許されないっていう、国民の皆さんの声をしっかり受け止めて、心を砕くのが、 政府の役割なんじゃありませんか、官官房長官菅内閣官房長官。まあ、あの石破幹事長の発言は、まあ私も与党幹部の発言について、政府としていちいちこのコメントすることは差し控えたい、これは冒頭申し上げたただ、本人がですよ、誤解を招かぬように、一部撤回をされるなどですね、 真意を、まあ,あ、きちんと説明をしているという、そういうふうに私は思っています。またあ、先ほど申し上げましたけれども、デモについては法令の定める範囲内で行われる限り、ここは言論の自由だというふうに思います。そして、えー、この法案についてはですね、えー、衆議院において、えー 与党はもちろんですけれども、野党との修正も成り立った中で、今、あこのですね、まあ、審議がされているところであります、そういう意味で、えー、その法案があ理解をされて、成立をするように求めるのが、これは政府の役割だと思っていま二飛総平君。今、この国会の周り、あるいは議員会館の前でもいいですけれども、ここで行われている市民の声をですね、 本来あるべき民主主義とは相いれないと、まだ言うんだったら、そしてそれが今、官房長官がおっしゃったように、石破幹事長の真意だと言うんだったら、とんでもない話ですよ。この法案は、とんでもない憲法違反の代物であって、徹底審議の上断固廃案にするしかないと、そのために私どもは、国民の皆さんと力いっぱい、これからも頑張り抜いていきたいと思うんです。 森大臣がちょっとお戻りになれないのですけれども、よろしいですか、先ほどの井上議員のです、ね、質問に続いて、えー、適正評価について、私、今日まずお尋ねしたいと思うんです、それで、先ほどの井上議員の質問でもですね、あるいは、えー、メディア市場でも、 情報保全体が洗いざらいの身辺調査、思想調査を行っていることは、私も明らかになっていると思います。この法案12条の4項はですね、まず行政機関の長が、当該行政機関の職員に、評価対象者本人、もしくは知人その他の関係者に質問させ、本人に資料提出を求めるというふうになっているわけですよね。 この本人に対する質問、あるいは資料提出というときに、この情報保全体が行っていると私は思いますけれども、少なくとも指摘されているようなのと同じように、異性関係だとか、宗教や政治団体への加入だとか、アルコールや薬物、精神疾患に関する治療、またはカウンセリングの状況、こういった 立ち入った質問も行われるのではありませんか森大臣。森国務大臣。適正評価につきましては、えー、法に記載されてあります事項をですね、えー、調査をいたしますけれども、その手法はですね、次のように予定をしております。まず、本人に対して同意を取った上で、えー、質問用紙にですね、 記載をしていただく、そしてその記載をしていただく事項につきましては、有識者会議に諮って、細目を決定し、公表をしてまいります、プライバシーの侵害がないように、しっかりと配慮してまいりたいと思います。総平君すると、7項目、法定の7項目以外は、有識者会議がやるまで分からないというようなことなんでしょうかね。あのちょっと伺いますとね。 評価対象者本人にどんな資料の提出を求めるのかと、先ほど井上議員も指摘をした自衛隊の身条明細書のような資料が、先ほど森大臣のお答えになった、えー、用紙に記載をさせると、そういうものになるんでしょうか、また自衛隊は携帯電話の通話記録の提供だとか、保全事故が起こった場合にはポリグラフ検査を 行うことと事前にに包括的に同意をさせるというこことをを制約をさせているわけですこうしたことも、その評価対象者にいい求めるということになるわけですかね森国務大臣。自衛隊の調査については、あの象徴しておりませんけれども、えー、例えば、本人に提出をさせる資料としては、パスポート等ーを、あのー、想定をしておりまして、えー それ以外のことについては、ですねプライバシーの侵害にならない範囲でするように、有識者会議にお諮りをした上えで、埼目を決定し、それを公表した上で行ってまいりたいと思います仁木総平君いや。有識者会議に諮ったところで、プライバシーの侵害になるかどうかなんて、決められるもんじゃ全然ないですね、有識者会議がいいと言ったら、プライバシーの侵害にならないなんていう、そんな理屈はどこにもない。あの12条の条ですね2項 のお、まあ、7項項目目ある、えー、調査項目なんですけど例えばですね、飲酒についての節度ってのありますよね。これ、飲酒についての節度は、例えば本人がですね、いや、私は飲みませんとか、強いですとか、そういう申告をしたからといって、それをうのみにするとは思えないんですけど、これ、知人らに聞き込んでみたり、 あるいは必要なら、例えば居酒屋なんかに尾行したりするんですか森国務大臣。飲酒の節度についてはですね。 えー、それをもってです、ね、特定秘密をお漏らす恐れがあるかあということに関してです、ね、必要な限度で調査をいたしますで、その知人というのはです、ね、具体的には同僚や上司を想定をしておりますやっぱりそうすると、同僚や上司に、あの人はお酒は強いんですかねとか、酒によって。 えー、ペラペラ喋ったりしませんかねとかそんなことを聞くんだというわけですよね、えー、借金などの信用状態についてなんですが、あのー、先ほどのですね航空自衛隊の信条お明細書のお書き方の紙を見ますと住宅や自動車のローン銀行や組合からの借り入れ消費者金融など 不債の債権者、加えて残高、また返済月額などを本人に申告させるようになってるんですよで、こうした情報の裏付けに、関係の金融機関だとか、信用情報機関だとかに紹介をするということになるんじゃないんですかね。鈴木内閣審議官お答えします 信用状態につきましては、委員ご指摘のように、借財の状況につきまして、まず調査対象者から自己申告していただきますが、必要に応じまして、え関係の指定調査機関等に紹介する場合もあります。二木宗平君。いや、大臣、なんで答弁、あの振ったのかよくわからないんだけど、例えばあれですか、消費者金融のブラックリストなど、そういう信用情報をに紹介をかけるわけですね、大臣。 森国務大臣過去の自発的な情報漏洩事案には、経済的な事情を動機とするものがあったことに鑑みますと、一般的な、まあ、住宅とか車両の購入といった一般的な目的とは、 異なる目的で不相応に多額の債務を抱えている状況をですね、また他の状況とも総合的に考慮する必要があるということで調査の対象事項にしております。どの部分までその調査をかけるかについてはその個別具体的な事案によるというふうに承知をしております。 そういうブラック情報に紹介するということ自体あの、否定をされないわけですね、そういうものを行わないと、実際にその借金で、秘密を、借金がい、えー、取っかかりになって、秘密を漏えしかねないかどうかって、評価のしようもなかろうと思うんですよ、あのー、この12条の4項ですね、に戻りますと、この対象者の 本人、あるいは知人その他の関係者に対する質問や資料の提出に並んで、または公務所、もしくは公私の団体に紹介して必要な事項の報告を求めることができるというふうにありますが、ここにいう公務所っていうのは、まず何を指しているんですか、担当者として想定しておられるものを、すべて挙げていただきたいと思うんですが。鈴木内閣審議官 お答えします公務所というのは国の行政機関および地方自,自治体の行政機関を指しまして、まあ一例としましては、反歴調査におきましては、市町村等に紹介する場合はございます。仁比総平君というくくりならば、えー、国の行政機関、あるいは地方行政機関だったらすべて当たりうるっていう、まあそういう話になるわけですよね。のの団体というふうといいうううふは 何なんでしょうか、えー、とこれまでもちょっと話に出ている、関係の金融機関だとか、えー、信用情報センターだとか、あるいはアルコール依存だとか、薬物の影響、精神疾患に関する調査事項に関してはあの、すぐに病院とかクリニックとか、そういうところを想定するんですが、えー、含まれるんでしょうか。鈴木内閣審議官 お答えしますあの。講師の団体でございますので、およそすべての団体があの対象となりますが、まあ、あの一例としましては、先ほど申しました信用調査機関であるとかあ、法人格を持っている病院等が含まれると考えておりま二飛宗平君。いや、結局ね、ねえ、大臣、ちょっと様子分かったでしょ、そのおよそ、あらゆる団体に対して、 紹介をかけ、そして20条によれば協力を求めることもおそらくできるんだろうと思うんですけど、いやそれでね、えっと、森大臣、あのそうした形で、例えばですよ、情報保全体から、このあ人のお精神疾患に関わる事項について、病院に調査がかかったとして、その時に、いや、患者さんとの、 信頼関係に関わると、守秘義務があってこそ、この私、主治医である私にしかはたあの語っていないことがあるというような理由で、えー、拒むことができるんですか鈴木内閣審議官。 お答えします。12条4項におきまして、紹介権限が国の行政機関に認められておりますので、えー、紹介を受けました団体におきましては、回答する義務があると考えてあります。二比宗平君、ね。回答義務があるって言ってる、審議官は。実際、皆さんあれでしょう、この特定秘密の保有が許されるかどうかっていう評価のための調査をするわけだから。 安全保障上重要な調査なんだと、そうやって行うわけでしょ、それだけで関係先はいわば威圧された状態にあるわけですけど、でそれで法律上も義務があるということになるなら、もうですよ、患者さんは主治医にも信頼して打ち明けることもできなくなるっていうこと、そんな話になるのかと。 まあこれはもうさっきの審議官の答弁で明らかですけどこの公務所の中には公安警察だとか公安調査庁あるいは情報保全隊も含まれますね森国務大臣え国の行政機関は含まれます西総平君え本会議で総理もお否定されませんでしたし大臣はお認めになりました この委員会でも話題になってきた十二条のですね、二の一項目、あ、一号ですね。いわゆる家族や同居人に対する調査。でこれ、氏名、生年月日、国籍、これは過去に有していた国籍を含むとされています。および住所ですが、この四事項についてですね、これ、大臣どうも、 えっと、調べるだけだからというようなあのご答弁を私、もし誤解してたら申し訳ないんですけど、この委員会でも聞いてきたように思っているんですけど、もともとこれは特定有害活動およびテロリズムとの関係に関する事項として調べるわけですよね。なぜ、この氏名、生年月日、国籍、住所だけで、特定有害活動だとか、テロリズム、 のの関係が明ららかかになるのかとそれはならなるといわけですよこれ、調べた上で、これ、どこか公務所、あるいは公私の団体から何らかの報告を求めるということを想定しないと、その評価項目に結びついていかないんじゃないんですか、例えば公安当局が持っているデータベースとか、いわゆるブラックリストとか、そういうことと照合するっていうことが前提なんじゃないんですか森国務大臣。 えー、家族についてはですね、えー、条文に記載をしております、氏名、生年月日、国籍、住所のみでございます。平君いや、だったら、その4項目をね、調べて、単に取っとくんですか。それを調べるのは事実として調べるわけでしょ。それを調べた上で、どう特定有害活動やテロリズムの 関係があるのかどうかというところに結びつけた評価をするわけですか。森国務大臣 家族や同居人についてはですね、今申し上げました4項目以外についてはですね、調査をしませんし、公務所等への問い合わせもいたしません。なぜ、この人定、4つの人定事項について調査をするのかというお尋ねでございますけれども、評価対象者の 直近の家族や同居人は評価対象者と密接な関係があることから、その家族等に外国籍の者がいる場合には、外国の情報機関等が当該評価対象者に情報提供を働きかける可能性も否定できないため、最小限度の人定事項である 氏名、生年月日、国籍および住所のみをです、ねえー、調査をし、それを参考とすることとしておるものでございます二木宗平君。全く信用ならないんですよね、えっと、まず一つ、えっと、公務所への問い合わせもしないと今、答弁されたんですが、それはこの法律上、どこにも書いてないでしょ、逆に先ほど来、公務所、もしくは公私の団体には、 えー、およそあらゆる行政機関が入る、あらゆる団体が入る、で、紹介先にはそれに応える義務もあると、審議官答弁したし、20条には協力、相互に協力するっていう規定だってあるわけですよね、あれですか、そのこの4項目についてはあ、公務所への問い合わせはしないっていうのは、これはなんか法的な担保がどっかありますか。 森国務大臣評価対象者のです、ねえー、調査については、7項目がございますけれども、これらについての調査を行うため、必要な範囲において、第4項で評価対象者に、本人に質問をしたり、 知人に質問をしたり、また資料の提出を求めさせたり、公務所等に報告を求めることとしております、なおこれは評価対象者に同意を得た上で行うものでございます二比総平君。それは分かってて聞いてるんですけどね、つまり、いや、筆頭理事、お間違いになっておられませんか、あの評価のね、評価対象者本人についての。 7項目なんでしょうけれども、その第1の項目は、特定有害活動、テロリズムとの関係に関する事項として、対象者の家族、配偶者、えー、父母、子、兄弟姉妹、これらのもの以外の配偶者の父母及び子、及び同居人ですよね、の先ほど来の4項目をまず調べるわけですよ。で、その調べる手法はいろいろあるにしても、 そこで出てくるデータ、プライバシーっていうのは、これは家族や同居人のものですよね、この件について、公務所への問い合わせもしないという根拠は、先ほど来の議論の中では出てきませんよね。だって、その12条のね、4項を見ても、その第2項の調査を行うため、必要な範囲内においては、それぞれ質問だとか、紹介だとかするわけでしょ。 第2項の調査そのものじゃないですか、大臣。森国務大臣、えー。この評価対象者の家族のお氏名、生年月日、国籍および住所については、通常のお、まあ、人事、管理者のですね、えー 管理事項として本人から申請をさせるものでございますので、それ以上の調査をすることを予定しておりません西宗平君いや。それがよくわからないんだけど、先ほど2点目におっしゃった、外国籍の者がいる場合には、不当な働きかけがある可能性があるからっていう、そういうご答弁も繰り返してるんですけど、そういう不当な働きかけがあるっていうことを想定するんだったらば、 どんな働きかけがあるのかとか、働きかけがある可能性がある人なのかどうなのかとか、いうことがあなた方の関心になるんじゃないんですか森国務大臣。それは評価対象者についてえ、働きかけがあるかどうかということはあの調査をいたしますけれども、お家族については、ですねここに書いてある四つの事項以外は調査をいたしません。君いいやいやいや,いや家族や 同居人なども含めてですね、わざわざ国籍、過去に有していた国籍を含むという調査をされるわけでしょ、それをずらーっとこう、あの親族図みたいなのをつける作って、この,おこの人は、こういう親族は外国籍だとか、いうことを調べるわけでしょ。 でそれを調べたら、その事実について、特定誘害活動およびテロリズムとの関係に関して、何か評価の上で、いろいろ検討すべきことがないかっていうのを考えるっていうのが、まあ、ちょっとこの法案の組み立てからすれば素直だと思うんですけど森国務大臣。 先ほど来、ご答弁をしているとおりでございまして、えー、本人についてはあのー、本人に質問をしたり、知人、その他の関係者に質問をさせる等々、4校の調査を予定しておりますが、家族については、氏名、生年月日、国籍および住所以上のことを調査をする予定にはなっておりません。三木君。えー、集めめるだけでためておくっていうあなたの答弁を。 いや国民は本当に信用するほど甘くはないと思いますよ、でそこで20条でですね適正評価の実施について、関係行政機関の長は相互に協力するものとするというふうにしていることからも、公安当局に調査が公判に任されて、まるでこの法案によってお墨付きを得たように、プライバシーを根こそぎ、恒常的に 調べることになるのではないのかという強い疑問が国民の中に大きく広がっています。こうしたね、仕組みが作られたら、これまで自衛隊の情報保全体を軸にして行われてきた恐るべきプライバシー侵害と監視が、あらゆる行政機関や民間の契約業者、その下請けも含む労働者や派遣労働者と、その家族、その知人関係者らにまで、 広がっていくっていくとこにななるんじゃないですかしかも、これまでは、情報保全体の活動について法的な根拠がなくて、国民に対する監視活動は、仙台地方裁判所では違法とされました。ところが、この法案によって、第三者である知人等の関係者に対する質問権だとか、関係機関への紹介権だとか、紹介先の協力義務、先ほど審議官、明言されたような、 そうしたものまでが法定されて、強化されることになるんじゃないんですか、森大臣、担当大臣として、どう考えてるんです森国務大臣。えー、この適正、えー、評価のお運用があ、しっかりとおプライバシーに配慮して、えー、行われるように、えー、有識者会議等のご意見を聞いて、 基準をしっかり定め、それを公表して、ままいります。そして十八条によりまして、内閣総理大臣は、その適正評価の実施の状況に関し、適正を確保するため、行政各部を指揮・監督するものとされております。そして、有識者会議からの報告を受けて、また、 適正評価の実施について行政機関の庁に対し改善すべき指示をすることもできますさらにこの条文にこの法律の適用に当たって国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならないと 明示してありますので、これがすべての条文の解釈指針になりますので、適正評価の実施にあたっても、これが国民の人権を不当に侵害することがないように、運用をしてまいりたいと思っております二木宗平君。法律家出身とは到底信じられない答弁だと思いますが、知人その他の関係者にも質問するってあるんですよね。 十二条に、この知人その他の関係者っていうのは、行政機関の長はどうやって知るんでしょうか、自衛隊の場合はね、その対象者本人に、え子どもの頃からの知人ってずらーっとこう、出させてるんですけど、これ、この法案にいう適正評価でも、そうやって本人に知人関係者の名簿を出させるわけですかね。森国務大臣 自衛隊については承知をしておりませんけれども、本法案につきましては、調査を実施するために必要な範囲内で本人、またはその上司、同僚等の関係者に質問をすることを予定しております。これはすべて本人にその手続きの内容も説明をした上えで、同意を得た上えで行ってまいります。二木宗平君。いや結局、知人や関係者っていうのは、あの、部下の、 知人や関係者ってみんなななかからいいじゃないですかま,まして大臣がね、発注先の企業の労働者の知人、友人なんて知るわけないじゃないですか、それ出させるしかないでしょ、でね、そういう知人が出させるのかということと、それからその知人来の質問というのは、調査者の身分だとか調査目的を明らかにしてやるんですか、それから質問を実際にしたときには、評価対象者らには、あなたの、 知人のなんとか君に質問をしたからねというふうに知らせるわけですか森国務大臣。適正評価は、調査対象者の本人の同意を得た上で、まず評価対象者に調査事項が記載された質問票を提出をしていただきます。そのの内内容にについいてて必要な範囲内において公務所または公衆の団体等へ 紹介ををしていいくととうことをするわけでございますですので、その質問票にです、ね、記載をされた範囲においてです、ね、知人、当へにも調査をするということになっていくというふうに思います二木宗平君。いや答えてない、でなんで、こういうその法案をこうやって提出する以上ですよ、その法案に皆さんが提案してる用語じゃないですか。 この十二条の四項に関し,ている関して書いてあるそうした概念について、とりわけ今の知人、関係者らはどうやって把握するのかについて、次回の委員会までに明確なご答弁をいただけるように、あるいは資料を提出していただけるように、理事会で図っていただきたいと思いますご国理事会で協議いたします。二<上>総平そういうい中で,です、ね、結局 そうやって身辺調査をどんどんやるっていうことになれば、疑心暗鬼で友達もなくす、デートもできない、そういう適正評価ということになるんですよ、それでね、先ほど来、何度も、それは本人の同意があるからいいんだって繰り返して言うんですけどね、プライバシーという権利のデリケートさを考えたときに、こうした洗いざらいのプライバシーを、 包括的に事前に放棄すると、何でも調べてくださいと、そんな同意なんてありえないですよ。何の事実について明らかにするのかっていうことを限定した、本当に本人の真意に基づく真摯な同意でなければ、それは無意味でしょう。法的には無効なんじゃないですか。にもかかわらず、同意を強要してプライバシーを洗いざらい侵害されるか、その仕事を奪われるか。 これ、理不尽極まりないと、大臣、思いませんか。森国務大臣特定秘密については、国民の生命と国家の存立を守るために、特に取得する必要のある秘密、その特定秘密を保全するために、本人の同意を得て、そしてかつ、この条文に規定をされている7つの事項、 に限って調査をするわけでございますまた、その調査方法等については、本人のプライバシーを侵害することがないように、しっかりと有識者会議のご意見などを賜った上えで、細目を明らかにし、公表してまいりたいと思いま二木筒平君。国家の存立のために、プライバシー権、あるいは知る権利は侵されても構わない、踏みじられても構わないっていう、 そういう考えで成り立ってる法案だからこそ、国会を周辺に大きな怒りの声が吹き上がってるわけですよ。そのことちゃんとわきまえるべきです。しかも、大臣の言う同意っていうのは、あくまで評価対象者本人のものでしょう。たとえ家族であっても、他人の、別の人格のプライバシー権を他人が放棄できるはずはないんですよ。家族や質問とさ 対象とされる知人や関係者は何の同意もしていない、その包括的な調査なんて許されるはずがないと、私は思いますで、そうした調査をですね、どんな体制で行うのかということに関わって、えこれ、官房長官にお答えいただけるのか、えー、どうかなんですけど、えっと、総理はですね、先だっての本会議で私の質問に対して、こうした適正評価、 かが具体的にどのような体制で行われ、収集した情報はどのように扱われるのかという質問に対して、各行政機関において、これを担当する部署を定めて行うこととしており、適正評価により収集した情報は、適正評価を実施する部署で管理責任者を定め、適切に保管し、保存期間経過後、確実に廃棄することを検討しておりますと、答弁されているんですね。この 検討しておりますっていうこの検討は、どの所管大,大臣の下で、いつまでに行われるわけでしょうか菅内閣官房長官あの。総理の発言はこれ、極めて重いと思いますので、えー、これからあ施行まで、森担当大臣があ第三者機関とかですね、さまざまなものについて、えー、これからあ実際ですね、 実行を通していくのでありますので、それについては、森大臣から答え,させて答えさせていただきたいと思いま伊東翔平君。ということは、これ、森大臣なんですか。この検討は森国務大臣。はい適正評価で得た情報の管理、保存期間を満了した上での適切な取り扱い等についても、私の下で検討してまいります。 君、えっと、運用についてもそうなのかということと、それから、えっと、本法案は、ですねこの適正評価の問題のみならず、質疑をすればするほど、もともと広範かつ曖昧な秘密指定だったり、その提供の要件だったり、重罰の放棄だったり、この適正評価のありようだったり、その危険な本質があらわになって、あの修正協議の事項も含めてですね、 たくさん検討課題というのがあるわけですよ。次々に毎日毎日検討事項が山積みになっているみたいになっているんですけど、の法案および国会答弁において、これからの検討事項というふうにされているものは、今までに結局何件あるのか、どんな検討事項なのか、そのうち、政令に委任されるとされる事項は、どんなものが何件あるのか、その検討はそれぞれ、 どの大臣の所管の下でいつまでに行われるのか、これ、資料を提出をいただきたいと思うんですが、これの所管はどちらになります森国務大臣。例えば、特定秘密を指定した際に作成する記録でございますが、条文に規定してあります事項以外のですね、細目 特定秘密の保護に関して必要な事項、また適正評価の、今ご質問のですね適正評価の運用の指針、また特定秘密の指定等に関する統一的な基準の内容、基準の公開、策定、スケジュール、それから有識者会議の設置やメンバー、第三者機関の設置等について、検討をしてまいります。 西総平君私の問いは、何件どんなものがどれだけあるのかと、それぞれどの大臣の所管の下で、いつまでに検討が行われるのかということなんですよ。で、これについては、森大臣の責任になるのか、省を超えて、えー、官房長官のお責任になるのかというか、所管になるのか、私は分かりませんけれども、あの、委員会にですね、一覧表の形できっちり提出すべきだと思います。 委員長よろしくお願いしま御国理事会で協議いたします。はい、平君それで、そうした今後の、えー、検討においても、ですね官房長官あの、法案の不足六条で、内閣法の二十条が変えられて、特定秘密の保護に関する事務は内、内閣情報官の所掌に属するというふうに、この法案自体でなっているわけなんですね。 すると、先に成立、強行された国,会国家安全保障会議の下で、国家安全保障局の、まあ、いわば事務局的にも動くことになる内閣情報調査室に、この国家安全保障に関する、えー、事項や実質的な権限とともに、この秘密保護法に関する、えー、秘密だったり、その運用だったり。 ということがこれ、集中していくっていう、そういうことになるわけでしょうかで、加えて、例えばこの間からここの委員会で議論になっている修正不足救助に、独立公正な新たな機関など、必要な方策を検討するっていうのもあるんですが、それはこの内閣情報官や情報室が主導というか、事務になっていくって、そういうことになるんでしょうか菅内閣官房長官。 えー、この法案が成立をした中で、えー、その秘密保護の保護全体については、内閣情報室でこれ、あのー、所管することに,これになっています、これは今、委員のご指摘のとおりであります。で、他のお現在のおこの情報収集、分析、そこについては、従来どおり行っていくということであります。仁木総平君いやよくわからないし そうした内閣のもとで検討されるということになったら、第三者でもなんでもないんじゃないかっていう、もともとの疑問も改めて出てくるわけですけど、ちょっと今日時間がないので、その議論については、あの先ほどの検討事項の資料をですねぜひいただいて、じっくり検討させていただきたいと思うんです。それででこののの法案のですね刑罰規定の適用 にあたってのことについて、最後伺いたいと思います。あの、令状、起訴状、あるいは判決に、特定秘密の情報そのものが、罪となるべき事実としては記載されないと。したがって、攻撃防御対象が明らかでないまま、捜査公判の危険にさらされることになるではないかというのは、前回の質疑で、私はっきりしたと思うんですけれども、あの特定秘密の情報そのものについてですね、森大臣はこれまで、 何か刑事裁判の中で明らかになるかのようにおっしゃってきたわけです。ですが、インカメラっていうのは、あくまで非公開で、裁判官が証拠開示の手続きの手順として、検察官の手持ち証拠を証拠を提示してくださいという命令をかけて、裁判官だけが見るっていう手続きですよね。しかも、例えばですね、 平成24年度の証拠開示請求事件の裁判所の実績を見ますとね、弁護側が最後まで証拠開示を争った事件というのは100件あるんですが、このうち裁判所が全面開示決定をしなかったのが77件、つまり弁護側の要求は8割方退けられているわけです。ことが特定秘密 の開示が争われるということになれば、これは検察官は徹底して争うでしょう、う絶対に明らかにしないと。いうもとで、証拠開示手続きにおいて、裁判所が被告人側に開示する決定をしない限り、被告人や弁護人には分からないでしょ、そうしたもとで、行為の過罰性、討伐性、あるいは法令やその刑罰適用の違憲性判断を、 まともに争うことは私、できないと思うんですけど、森大臣、違うんですかね。森国務大臣。はいこれまでもご答弁させていただきましたとおり、えー、秘密漏洩、えー、に対する罪、えー、これは現行法でも国家公務員法、自衛隊法等がございますが、これに対するです、ね、例えば刑事訴訟の裁判についてはですね、これは、あ 秘密でございますので、これを明らかにすると、おそれはあ、明らかにすることが難しいという一つの要請、秘密保全の要請。それから、やはり被告人の防御のために解除をするという要請。その二つがございまして、インカメラによりですね、証拠開示を争うという制度があるわけでございます。これによって、裁判官がですね、証拠開示命令を出した場合には、これは証拠が、あ 開示をされまして、その秘密の内容が明らかにして、そこを争うことになります。で、それが明らかにされなかった場合はですね、これは検察官の方にですね、それが秘密であるという立証責任があるわけでございますので、明らかにしない上で立証をして、それで、 罪を争うことになりますので、これは一般的にはあ被告人の防御権を侵害するものではないということで、外刑立証という、そういう立証方法が取られているわけでございます二木宗平君あの。谷垣大臣、ちょっと一問だけなんですけど、先ほど私、質問の中で申し上げたんですが、こうそうした事件、特定秘密保護法違反刑事被告事件ということになったら、検察は、私弁護側がですね、 どれだけ情報を明らかにせよと迫っても、断固として争われるでしょ、谷垣法務大臣。まあ、あの、特定秘密に指定されてるわけですから、通常はそれに対して検察官はあの争うと思いますね、ただ、最終的にあのもちろん裁判所の判断として、えーあの、証拠を開示すべきだという判断が下ることはありえますで、その場合は政府部内におきましてですね、あの司法判断をあの尊重して、 関係機関の庁において当該決定の理由を踏まえて、特定秘密の指示を解除することにあのなると思いますあの、なる、こういう手続きですね、だからその場合は検察官はその解除をもって、特定秘密を被告人側に解除することになる、こういうことだろうと思います二木宗平君。たとえですね、えー、特定秘密の保有者の証人尋問が実現しても、ちょっと場面が違いますが、紙としての証拠じゃなくて。 秘密の保有者の証人尋問が実現したとしても、ですね事実は明らかにならないんですよね、例えば、情報保全体の違法性をめぐって、今、仙台高等裁判所で、元情報保全隊長の証人尋問が行われてるんですけど、これ、元隊長は、当時の報告書面を見たことがあるかっていう問いに対して、防衛大臣の証人が得られていないため、守秘義務の観点からお答えできませんっていう答弁をされ。 原告代理人がの質問に対して、豪を癒やしてですね、裁判長が一般市民に調査が及ぶことがあるかどうかをイエスかノーですかと聞いても、守秘義務上お答えできませんなんていう、そんな答弁になってるんですよ、本当にあの真っ暗なこんな裁判で、万が一にも有罪にされることなんてあってはならないということを、私の思いとして求めて、質問を終わります。